you all could smile. And then left hand on the exactly. I'm happy to be back. I'm really grateful, you know, Nets gave me another opportunity to play for them. And I still remember the Summer League. I really enjoyed playing for this organization. And, you know, now I'm really happy to be back. 本当に新しいチームに来れてすごく楽しみにしてますし、ただまだ僕の契約は全部保証されてないということで、まずこのチームにまず残るところからまた始めないといけないんですけど、まずそういうチャレンジもまた今シーズン楽しんでいけたらなというふうに思ってて、まあ、ラプターズでも2年間こういう状況から契約を勝ち取って2シーズンやってきましたし、まあ、今年もまたそんな簡単にいくとは思ってないですけど、自分のやることをしっかりやっていけばまあ、いい結果が出るんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、大変ですけど楽しんでまずはやっていけたらなというふうに思っています。まずこのチームでやれるということを本当にすごく楽しみにしていますし、これだけ のスター選手だったり、まあ、他にも本当にいろんな場面で活躍できる選手が揃っている中で、その自分がどういうふうにプレーしていくんだろうとか、どういう役割でやっていかなきゃいけないんだろうとか、まあ、そういうのをいろいろ考えると本当に今シーズンすごいワクワクするなっていうので、まあ、今はすごい楽しみなんですけど、まずブルックリンとその契約に至った経緯は、まあ、他のチームからも、まあ、同じような形態でオファーは何個かもらってたんですけど、まあ、一番やっぱりその熱量というかを感じて自分を必要だというふうに見てくれたのが一番ブルックリンだったのかなというふうに、まあ、エージェントを通しながら話で思ったんで、なんで、まあ、そこでブルックリンを決めました。